長崎自動車。長崎自動車株式会社。長崎自動車は、長崎県長崎市に本社を置く、路線バス事業者である。本社所在地は、長崎市新地町3番17号、長崎新地ターミナル内。通称は、長崎バス、または、町バス。長崎県長崎市を中心に、路線バスを運行している。再開市は一部を除き子会社の再開交通が、 貸し切りバスについては、子会社の長崎バス観光が運行している。長崎自動車は、長崎市内で競合していた、小規模なバス事業者を統合して誕生した事業者で、ある。大正末期から、昭和初期にかけて、多数の個人事業者が弱小資本で、路線バス事業者を乱立する傾向が全国見られ、1933年、昭和8年時点で全国のバス事業者、 数4311社、1業者あたりの平均営業キロ数30.1キロ、平均保有台数も大という状況であった。1936年、昭和11年、雲仙地区で、雲仙オバマ自動車を運営していた鹿児島出身の、合商、上野木左衛門は、長崎市で乱立されていたバス事業に目をつけ、長崎市内で競合していた企業自動車商。 金子自動車商会を買収、合併して、モテギ乗り合い自動車を設立した。その後、上野のバス会社は、長崎自動車と名を変え、乱立された長崎県西部南部の小規模事業者6社を1940年、昭和15年 -1944、昭和19年の間に買収、統合して、規模を拡大した。第二次世界大戦末期までに、 主な事業者の統合が終わり、終戦の頃には、長崎市から長崎半島と西園義半島にわたる路線系を持つ規模の大きな事業者となっていた。なお、長崎自動車の買収、合併と同時期となる1944年、昭和19年に、政府鉄道省よりバス事業の統合による総力の集結を求める通達が出され、 長崎県内では他にもバス事業者の統合が行われている。しかし、路線を拡大した頃に戦争が激化し、タイヤなどの資材やバスを運行するための人員を軍に取られたため、1944年、昭和19年に一部路線の運休申請が行われた。原子爆弾の投下により多大なる被害を受けたが、数台の車両がほぼ無事であった。原爆投下直後から、 しばらく、難を逃れた車両は、食料輸送や、救援のために被爆直後の長崎市内を走り回った。その後、老朽車両の使いそうな部品を寄せ集めて組み直して、来年車を6台整備し、1945年、昭和20年10月より運行を再開した。さらに1947年、昭和22年末までにはシボレー、フォード、トヨタ。 日産の来年車18台を確保して運行が行われ、運行状態は平常近くまで復旧した。その後、国産バスの生産体制が軌道に乗ったことで1948年、昭和23年8月にガソリン車やディーゼル車などを購入、1952年、昭和27年にさらに国の燃料統制が廃止されて燃料不足の問題も始した。 新型車への切り替えにより、来年車は1952年、昭和27年末までに完全な廃止となった。また、1944年、昭和19年に運休を申請していた路線の一部は、悪路や資材不足のため来年車が運できず、引き続き運休していたが、1954年、昭和29年までに、すべての路線で運行を再開した。 戦後復興期の頃は、モテ線を、モテ営業所、都議津線を、都議津営業所、その他の市内線や西園義半島、長崎半島の路線を、大鳩営業所の管轄としていた。しかし事業拡大に伴い路線数が増大し、大鳩営業所の運行管理が煩雑化したため、市内や郊外の各地に設置した営業所への機能分散を行うようになった。 1956年、昭和31年にアグリの裏と戸町と瀬戸。1956年、昭和32年には、田上と先人と2年で御営業所が開設された。1950年代後半、昭和30年代から車両に対して、先端技術の積極的な導入を行うようになった。1957年、昭和32年9月には、全国2例名となる。 自動ドアを取り付けた車両を導入した。自動ドア付きの新型車両ではドアの位置が変更され、従来は前乗り前折りとなっていたものを中乗り中振り方式に変更している。1959年昭和34年6月29日には九州発となる完全冷房バスを導入し、1982年昭和57年7月には全国で最も早く、 全社の冷房化を完了している。長崎バスが冷房化率100%を達成した時点で全国のバス事業者の冷房化率は30%未満であったとされる。1987年には本社ターミナルの老朽化した発車案内設備を交換する際、全自動化されたシステムへの交換が行われた。新しいシステムは沖電機工業と長崎バスが 共同開発したもので、行き先や発車時刻、発車合図や支援案内が全て自動化された。完全に自動化されたシステムの導入事例は、長崎新地ターミナルの設備が全国初の事例となる。運賃箱は1990年より、全国に先駆けて自動生産式の運賃箱を採用している。バーコード式整理券、効果、共通回数券を感知し、 機械によって自動で生産を行うシステムである。時式、バスカードにも対応しており、運輸省から昭和63年度バス交通活性化補助が交付されていた。バスカード導入で補助対象になったのは日本で初めてである。整理券にバーコードが印刷されており、運賃生産の際にはバーコードで運賃を読み取り、読み取られた運賃をカードから差し引く方法であった。 カードは1000円券、利用額1100円2000円券、同2200円3000円券、同3300円5000円券、同5500円の4種類が存在した。現金支払いの場合は、整理券のバーコードを読み取って算出された運賃と、運賃箱への効果投入額をカウントし現金が多ければ、自動で釣り線が出る仕様だったが、処理に時間がかかり、 ダイヤの遅延の原因になるという理由で、この機能の採用を諦め、車内両替式に戻した。運賃箱本体には、両替効果投入用のユニットが、外付けされたが、両替金の出口は、運賃箱の前よりで、釣り線を払い出す部分を再利用なので、受け取りが大変だった。2002年より、長崎スマートカードの運賃生産システムを、他の県内4社局と共に導入。 これに伴い、旧システムで対応していた、時期式、バスカードは使用できなくなった。2000年代には、事業所の再編が2度実施された。2002年には、時和町営業所の廃止とバスターミナルを併設した、桜の里営業所を新設。2006年9月1日には、森町、稲沢市の営業所を廃止し、柳、ダイヤランドの営業所を新設した。 森町営業所跡地には2008年にバスターミナル併設型の大型商業施設未来、長崎ここ多くをオープンさせた。2001年より LED 式行き先表示器の導入を開始。現在はほぼ全社に搭載されている。2011年からは液晶式の運賃表表示器を導入。液晶運賃表はモニターに 運賃表を表示するもので、表示項目数の高に合わせて、画面内に表示する、マス目の数や、大きさを変更することができる。また、2013年頃からは、ドライブレコーダーの設置も進められているほか、長崎スマートカードのシステム改良なども中期、経営計画として発表されている。グループ全体長崎バス、長崎、長与、都議周辺の路線バス事業。 再開交通、再開市の路線バス事業、長崎バス観光、観光バス事業を廃止された営業所。長崎市内を中心に、長崎半島、西園義半島一帯を主な営業エリアとして事業を展開しているほか、長崎市内から長崎空港への空港連絡バスも運行している、長崎県営バスと共同運行。 1>, 1キロあたり24円50銭の運賃で運行されており、民間路線バスとしては全国で2番目の安さとなる。高速バスのみ、運行の市町村を除く、長崎市は市内を山に囲まれており、平坦地が少ないため、市内中心部に向かう道路が限られている。このため、長崎バスの路線も市内に集中しており、北部方面は宝町、南部方面は 中央橋から分岐するようになっている。長崎駅から中央橋の間は、経路が2分され、中央橋方面へ向かうすべての路線が、大鳩経由か市役所経由のどちらかで運行される。大鳩経由は、船着き場や商業施設ゆめた運務サイトのある大鳩を通り、市役所経由は、長崎市役所をはじめとした、オフィスビルの立ち並ぶ地区を通る。1973年。 昭和48年により、主な経由地別で路線に番号を設定しており、行き先別で路線をグループ化してまとめている。方向幕による行き先表示では、大鳩経由を青や黒、市役所経由を赤の経由番号で示すルールが定められていた。なお、経由番号については見直しを行うという方針があるとされるが、実施には至っていない。 長崎市中心部では、再開発事業、新幹線、県庁舎や市庁舎の移転など、が計画されているため、番号のみならず大鳩経由と市役所経由という区分けも含めた、再検討が必要と考えられている。また、経由番号の見直しにあたって、行き先ごとに番号を割り振ることも検討されている。また、大型バスを運行できないほど道路が狭い場所のみ、 小型のバスで運行される体制をとっている。全長7メートル弱の車両を使って運行される路線でミニバスと呼ばれている。路線にはそれぞれ相性が付けられている。都市間バス。空港リムジンバス。廃止路線。子会社の長崎バス観光が運営を行っている。車両は主に50人強が乗れるハイデッカーと25人乗り小型バスが使い分けられる。独立した。 企業組織としては1953年、昭和28年3月1日に発足した。旅行圧戦事業者として、有限会社長崎旅行社の名前で設立され、1957年、昭和32年に長崎バス観光株式会社となった。当初は運行担当が貸し切り営業所として本社に残され、企画と受注を長崎バス観光が行う体制であった。 その後1999年、平成11年に貸し切り営業所を長崎観光自動車株式会社という名称で、子会社化、さらに2004年、平成16年には、運行会社の長崎観光自動車が、企画会社の長崎バス観光を、吸収合併するという形で、組織の統合が行われ、長崎バス観光の社号で、長崎バスグループにおける、 観光事業の企みと運行を一括で行うようになった。観光バス事業は創業間もない昭和12年に一度、遊覧バス事業の申請が行われたが、公共性が低いとして翌年2月に却下された。これは当時、戦時中で石油節約が求められており、遊覧バス事業が全国的に規制されていたことが背景にある。その後、 長崎の観光需要が高まったのを契機に再度、事業が計画され、1953年、昭和28年運行開始。1955年、昭和30年頃には通りかかった観光名所にちなんだ曲を流すミュージックバスを運行していた。また、観光客で迎えの際に、女子吹奏楽団が活躍した時期もあったが、競争加熱となったため、 九州地区バス事業者間で申し合わせが行われ、1965年、昭和40年に廃止された。現在は、長崎市内を巡るコースと、期間限定ながら、外目方面の境界などを巡るコースの2種類がある。このほか、長崎市内から雲仙、島原を観光しながら、熊本フェリーにバスごと乗船して、熊本県熊本市とを結ぶ雲仙、 長崎大社観光バスを九州三考観光と共同運行において行っている完全予約制。長崎市内や雲仙温泉へのツアーを中心に九州各地へのバスツアーを運営している。また、長崎バスや再開交通の一般路線バスに便乗して移動し、長崎市周辺の観光地への日帰り旅行を行うツアーも企画されている。 ツーステップバスは銀バスとも呼ばれている。戦前は新緑に赤帯、戦後初期は新緑に薄緑帯のデザインであったか、戦後復興期に創業者、上野機材門によって明るいイメージというコンセプトで地にしと紺のデザインが考案された。新デザインは全車両に適用され、新車は全て銀バス、既存車は車検の際に塗り直しが行われた。この頃より、 車両側面には、長崎バスと、長崎バスの文字が書かれている。1984年導入のイスズキュービック以降、新車の乗り分けが変更され、それまで紺色だった、車体下部の色が青、主だった帯がディープピンクに近い赤となり、全体に直線的なカラーリングで、明るめのデザインとなった写真参照。前面、側面方向膜も大型化し、色も、この台より、 青字に白文字となった。現在ワンステップバス及びノンステップバスで採用されているカラーは白をベースにシュトコンのトリコロールで車体側面に N の字があしらわれたもので1999年に導入されたワンステップバスより採用された。2001年以降は交通バリアフリー法により新車導入がワンステップバス及びノンステップバスのみに限定されたため 事実上の標準色となっている。なお、かつては急行用車両として、銀バスとは別のデザインの車両が導入されたこともある。白を基調とした赤帯と青帯のトリコロールカラーで、1980年代に導入された旧デザイン、車両中央で帯を描くように曲がっていると2000年に、佐世保急行専用として導入された、現存車両、写真参照の新デザインがある。 しかし、急行路線は、その後すべて廃止され、現在は急行用車両は、一般車両と全く同じ運用についている。観光バスや高速バスなどの車両も、原則として、トリコロールを採用している。貸切バスは1979年、昭和54年導入車両より、一般路線バスカラー、当時のマイナーチェンジ版を採用。現在まで使用されている。 高速バスは、現行と異なるデザインや、貸し切り兼用車両を使用した時期もあるが、1989年、平成元年導入車より、現行デザインが採用されている。空港バスのみ当初は紺色をベースカラーとしたデザインを採用していたが、2011年、平成23年導入車より白をベースとしたデザインとなり、既存車も新デザインに変更された。 ミニバスは運行開始当初、路線ごとに異なるデザインを採用していたが、ここウォークがオープンした2008年の8月以降、ミカンバス、滑石、長代、都議津方面を除くほとんどの路線でデザインを、コウォークカラーに統一している。長崎バスグループの車両は、ナンバープレートに依存しない、個別の番号で車両を管理する目的から、1963年より4桁の、 車両番号が付与されている。その意味は以下の通りである。例として2006年の一番目に導入された椅子図製車両は2601となる。ただし番号は20年で一巡するため、1966年1986年2006年の一番目に導入された椅子図の車両も2601となる。 基本的に投資番号には欠番などのルールがなく、一部事業者で意味番号とされる XX42 や XX49 の番号を持つ車両も在籍している。用途別及びコーチビルダー別の区分ルールなどもない。長崎バスの車両は早々期を除いて、いすず、日野、三菱ふそうを採用している。唯一の例外は1984年。 昭和59年に導入された佐世保専用の2階建て車用、現在は廃車であり、ドイツドレクメーラー製が採用されている。小型バス専用の路線はごく一部であり、基本的に京アイロでも大型車で運行される。ワンステップバスは1999年から導入開始され、2001年からはスロープ板を装備した車椅子対応系を導入し、 これと同時に行き先表示器も LED 標準装備となった。2005年12月には国土交通省標準仕様のノンステップバスが試験導入され、翌2006年12月より全営業所で運行開始された。一般路線バス車両の外見的特徴として、大型車両は1990年より行き先表示器が中央でに分割された車両を、 導入している点を特徴とする。左側に終着地を掲げ、右側に経由地を列挙する。現在は基本的に LED 表示であり、2001年から導入が進められた。また特殊装備として、左側路肩に向けたコーナリングランプが標準装備されており、必要に応じて点灯させている。一般路線バスの冷房化は早期に実施されており、 冷房は1973年導入分から標準装備され、1982年7月から全車が冷房車となっている。一般路線バス事業者では全車冷房型姿勢第1号。ワンステップバスの導入以前は前後扉を基本としており、九州の事業者で採用例の多い中扉4枚折り戸はワンステップバスの導入まで採用されなかった。高速。 貸し切り車両は1998年導入分よりスイングドアが採用された。かつては塗装を使って車両に広告を施していたが、2005年よりラッピングバスを採用。車体に収まらない写真は車窓にまで広げて貼ってある。このほか、長崎国際テレビに対しても出資をしているが、株式持ち分比率が低いため関連会社扱いにはならない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。